首元のあのタトゥーはどこのスタジオで行ってやってるんですこれは大阪の、天神橋6丁目にある、ダウンザバレルっていうタトゥーショップで、まあ、そこですね。そこはもう一人しか彫り師さんがいてなくて、アーティスト名、シュンさんって言うんですけど、シュンさんに言ってもらって、カラーワークめっちゃ得意で、結構綺麗に全部仕上げてくれるし、もう、なんやろ、線がめっちゃ綺麗です。線綺麗で、だから結構首はパンチあるし、よう言われます、ね。でも、なんか結構長いんですよ。やっぱゆっくりなんですよね。結構ありがたいんですよ。めっちゃありがたいんですけど、痛い。痛いですよね。しかも首なの首やで。し、みたいな。いや、ちょっと待って、休憩したいんですよ。自分的には。ちょっと。休憩したいけど、でもなんか言えないじゃないですか。多分みんなね、掘ってる人多分これめっちゃみんな思ってると思うんですけど、ちょっと今言うのはちょっとちゃうみたいな。今言ったらちょっと堀さんに申し訳ないし、ちょっとちゃう、ちょっと我慢しようみたいなのあるんですけど、ちょっとパーッと震えてくるから、もう、ダみたいな。